います。本日から会社の共同通信でよろしく大臣冒頭ございました。はい、まず昨日の記者クラブの皆さんとの意見交換会ご参加をいただきましてありがとうございます。私たちにとりましても大変有意義な会でありました。私の方からはですね、まず義家副大臣による新潟市訪問についてでございますが、新潟市の小学校で教員が児童へ不適切な発言を行い当該児童が欠席をしている問題について本日義家副大臣及び担当者2名を新潟市に派遣することとしました。本事案については、被害児童が担任に対して相談していたにもかかわらず、当該担任の児童の不適切、児童への不適切な言動により、被害児童が登校できなくなっているということ、被災児童生徒については、特段の配慮を行うよう、周知徹底されていたにもかかわらず、福島県からの避難者である児童へのいじめに対して、適切な対応を行わなかったことから、極めて問題であると事案を判断したため、実態把握と指導を行うために派遣をすることとしました。一刻も早く当該児童が安心して学校に通うことができるよう、また二度とこのような事案が発生しないよう、必要な指導助言を行うことを考えております。なお、今回の新潟市の事案については、現在詳細を調査中ですが、本来生徒間のいじめを止めるべき立場にある教職員がいじめの助長等を行うことはあってはならないことと考えております。地方自治体によっては児童生徒間のいじめに加担したり助長した場合に免職停職減給または戒告、児童生徒の心を傷つける言動で特に悪質な場合には免職停職または減給といった懲戒処分の標準例を定め、教職員が自らの指導のありようを不断に見つめ直すように促しているところもあります。こうした取り組みを参考にしつつ、各教育委員会において、教職員によるいじめの助長等や不適切な言動を防ぐ取り組みを行っていただきたいと思います。2つ目は、私のノーベル賞受賞式への出席に伴うスウェーデンへの出張でございますが、12月10日から13日までノーベル賞受賞式等に出席するためスウェーデンに出張します。スウェーデンでは我が国を代表してノーベル賞受賞式や晩餐会等の関連行事に出席し、科学立国としての日本を世界にアピールしてまいります。また同国のクヌートソン高等教育研究大臣をはじめとする要人との会談を行い、さらなる国際協力関係の構築に努めてまいります。私からは以上でございます。ありがとうございます。冒頭幹事からいつもよろしくお願いします。はい、今週火曜日に OECD のビザの結果が公表されました。科学的応用力、数学的応用力はかなりトップレベルの成績でしたけども、読解力は順位が下がりました。必ずしも読解力低下ということではないと思いますが、この結果について大臣の、ご所感と、今後の読解力育成ということに対して、文科省としてどう取り組んでいくかお聞かせください。もうまず数学や理科の分野においてですね、OECD の中においては1位という結果になりました。読解力が低下というご指摘もありましたが、全体としてはですね、日本の国、日本の生徒児童の学力というのは世界においてもトップレベルであるということは、また改めてこの結果が示したものであると考えております。ご指摘の読解力でありますけれども、ピサの調査においてもですね、平均得点については引き続き上位グループに位置をしているものの、前回調査、これ2012年でございますが、あと比較して、低下をしております。今回、コンピューター使用型調査に対する生徒のですね、戸惑いもありますが、次期学習指導要領に向けた検討過程において指摘された課題も本調査で明らかになった部分があるかと思います。文部科学省としては引き続き児童生徒の学力の維持向上を図るため、
学習指導要領の改定による子どもたちの資質能力を育成する教育の実現や国語教育の充実、読解力の向上に向けた対応策に基づく学習の基盤となる言語能力、情報活用能力の育成等に取り組んでまいります。ありがとうございます。竹さん、お願いします。読売新聞の吉江副大臣の新潟市派遣について、お尋ねします。新潟市教委が今回のいじめの事案について、原発と同級生の人について原発への関連はないというふうに判断したんですが、そこに対する、大臣の受け止めをお伺いしたいです。お尋ねのいじめの発言の意図についてですね、新潟市教育委員会が調査した結果によるものと承知をしております。個別にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよ原発事故の避難者である児童生徒に対しては、特に細やかな配慮が必要であり、原発事故との関連の有無にかかわらず、いじめを助長することは許されないと考えております。読売新聞の伊藤です。冒頭発言で懲戒処分の標準例というようなことに言及されていましたけれども、これをこのようにやってほしいということで通知から何かを出したりとか、どのようなアクションを取られるんでしょうか。通知はまだ出してないね。通知は出してこれを挙げたことはですね、全国の事例として挙げさせて、参考例として挙げさせていただきました。こういった事案に関しては、各教育委員会が責任を持ってですね、厳しく対応していただきたいという思いでありますが、現状において、この内容に関して通知を出す等のことは考えておりません。教会ということで、直接いじめの関連ではないんですけれども、先日自民党の文科部会の方で、全国 の、 いじめだけではなく、わいせつ行為などにおけるその懲戒処分の基準が各県境都道府県教委で異なるということで、それを均一化するような文科省から指針を出すなどの対応が必要なのではないかというような議論がなされたようですが、そこに関して大臣のお考えをお伺いしたいんですが、その党の方のですね、自民党の意見を踏まえた検討を今省内で行っているというわけではありませんが、第一義的にはですね、教員の任命権者である各教育委員会がそれぞれの基準によって対応することが、これは当然だと考えております。はい、どうぞ。はい、いじめ関連しているようなんですが、吉江副大臣も新潟に派遣して、実態を把握してくれるということだと思うんですけれども、全国で起きている原発避難をしている児童に対する質問で、いじめがどの程度起きているのかというような実態調査というのは、文科省として必要だと思います。文科省としてはですね、全国の自治体に対してこうした被災児童生徒に対するケアの必要性について改めて周知を行いました。現時点において他の自治体における個々の事案について調査をすることは考えておりませんが、引き続き必要な指導を行っていくこととしております。重ねてるんですけども、他の自治体の調査は今考えてないということで、理由というのは理由というか、これも先ほどの私の発言とも関連してきますが、まず第一義的にその当該地区の学校現場に対する責任管理はですね、教育委員会が負っているものでありますから、文科省からの通知を受けてですね、それぞれの教育委員会において判断をいただくということになると思います。関係で
にも質問があるんですけれども、まず一つ目は昨日オリンピックの設置よりパークの千葉の地盛りやすいことで設置が決まったということで大臣の方の許可を伺いたいというのが一つ目、もう一つ目の千葉大学の中南さんの無断事件について、まあこうした事案が相次いで千葉大学の場合はこうした事案も続いているということがありますので、何らかの対応というのは大臣の考えあればお聞かせください。まず千葉大学の事件、報道されていることでございますが、これも極めて遺憾であることは当然であります。現状においてですね、これは私たちの方で実際の事実関係について詳細に把握をしているわけではございませんし、まず大学が独自で今調査をしているということでございますから、その結果を受けてまず大学としてのご判断があるんだろうというふうに考えております。サーフィン会場が決定をしたということは、これは個人的なことにもなりますけど、地元の千葉県でありますし、私も若い頃あの辺の海岸で遊んでましたから、大変嬉しく思います。谷にございますか。はい、どうぞ。はい、古代教の委員会が語りまして、その新テストに関しましては、試験としてはもう長文の知識問題は使わないという方向性で検討してきていることだったのが、今後その決定というのは、大学の決定というのが文科省の検討にどのような影響が出るかというのではないか。国大教の方でですね、その一次、新テストに関して、処分記述権を使わないというような決定がなされたということは承知をしておりません。今その新テストの設計自体を今している段階であります。当然その新テストの設計にあたってはですね、国公私立の大学の先生方、また高校の教育現場も含めてですね、現場の声をしっかりとお聞きをしながら有意な新テストになるようにですね、設計を進めてまいりたいと考えております。